六郷正勝慶長ょ14年1609年生まれで初代本庄藩の六号政の里の長男として誕生しましたお母さんは丹後の国田辺藩舞鶴藩の初代藩主京極田加密の養女です慶長20年1615年4月8日に大将軍徳川秀忠に「はいつと言ってお会いできました 寛永11年1634年6月6日、父正則が亡くなり、六郷家二代目藩主になります。同年8月5日、日本城にやってきました。寛永17年1640年12月29日、15以下伊賀の神の官位を授かります。寛永20年1643年7月5日、山形城の守備を命じられています。 八島地域に威風された八島藩、初代藩主の生駒高利と、領地の一部交換を行って、名称木坂田を領地としました。延鵬4年1676年6月に、長男の正信に家督を譲って隠居して、延鵬5年1677年正月12日に亡くなりました。